フリッタータディパスタないし、フリッタータディマッケローには、イタリアのカンパニア州ナポリ発祥の料理。フリッタータディマッケローには、非常に貧しい時代に捨てられなかった残り物のパスタを再利用するために生み出された。その後、レシピが改良され、卵やチーズ、トマトなどの風味を加えるようになった。今日では、フリッタータディパスタは、セコンドや前菜として食べられ、 角切りにして食前酒と共に食べることもある。パスタをアルデンテに茹でて、水気を切る。パスタの種類は問わない。その間に卵にモッツァレッダ、すりおろした、チーズ、刻んだサラミ、塩、胡椒を混ぜる。そこにパスタを加え、フライパンで弱火で加熱する。フリッタータディパスタは、温性でも、冷静でも食べられる。ナポリの揚げ物屋でよく出される。フリッタティーナと呼ばれる。 サイズの小さなバリエーションもある。A.B. ジュリアスカーパレジーア、クーチーナダシェフコンイングレドントローコスト、バーリゾリー、ピアニッシモ、フリタータディスパゲティ。A.B.C. フリタータディマカロニ、ルオリジニデルピアットコンパーノ。25はゴスト2020閲覧。ストーリア E、リッチェとデラフリタータディアイパスタ、ウナプレパイラジオネディメンティカタ。25はゴスト2020閲覧。 アナマリアデラサラ、A、タボラ、INOSTERIA.lul.com。ピアニッシモ、フリタータディパスタ。セフルビオ、アンチ・ー、ビスンチ、スパーリングカップファー。ピアニッシモ、フリタータディパスタ。ありがとうございます。